鉄くんはですねファイナルファンタジー5から参加したんですね。すごくかっこいいモンスターを描くっていう印象が僕はあって、で6の打ち上げで坂口さんがこう一番前に行って6皆さんお疲れ様でした乾杯って言って始まってしばらくしてからなんかね僕のところに来てねもっと金が欲しいって言ってそこまですごくなんちゅうの自分の気持ち感情をあらわにするタイプなんだと思って、結構おとなしい、ぱっと見おとなしかったんですよそれまで。だからその当時のおとなしさを考えると今ねもうトップで FF シリーズのトップでやってるっていうのはすごいな。やっぱりでも感情をむき出しにするのがやっぱり彼の要素の一つだったんでしょうね全然覚えてないですけどね全然覚えてないただ、金が当時全然なかったのを覚えてます。で上松さん家に遊びに行ったことがあって、ねうん、みんなで、うん、すごいいい家住んでたすごいいい家住んでると思ってびっくりしてでそれに比べて俺はどうなんだこのなんか学生の一人暮らしみたいな家はと思ってまあまだでも若かったですしね僕の方が随分先輩でしたからね、野島くんはですね一番最初の仕事は多分一緒にさせてもらったのはセブンだと思うんだけど、その前からロックが好きプロレスが好きっていうことで多分飲み屋ではそういう話をしてたと思う。意外と共通の趣味が多かったそうね、だから他にもロックとかプロレスとか好きなやつらが何人かスクエアにいましたんでよく某居酒屋さんとか飲んでましたね。ずっと本当にロックとプロレスの話ばっかり して飲んでた、もうセブンから、セブンですね。でもセブンがあっても多分お互いのサーバーにアップしてるものでしかあんまり交流がないような気が、そのなんか怖いイメージがあってもう大体なんか怖がられるよ、ね、何でしたっけ、スクエア社員の名簿、スクエアタイムズ、スクエアタイムズっていうので写真の載ってて、テスさんのところが年が変わっても写真も何もコメントも変わってなくていつもお腹が痛いって書いてあってでもう何の情報もくれない人だなと当時けどスクエアタイムズってまだ人数そこまでじゃない頃にこう手作りの社員名簿みたいなのがあったんで、そこだけどもだんだん大喜利化してましたよねふざけるのが当たり前みたいになってきて、そうね、そのコメントのふざけ具合で古い人か新しい人か分かるっていう、この人古い人はふざけてた、ふざけてる、本当、ふざけてるか全く更新してない、ああなるほどね、で鉄は更新してなかったんだ多分。でもそのお腹が痛いもふざけてるんでそんなことわざわざねずっと痛いわけねえだろってまた今年も痛いんだ、そうですね、だから多分書くことなかったんだと思う、僕はもう安心感です。お二人はやっぱり世界中からこうナノファンからこう信頼も受けてる通り、なんかお願いして心配だなって思うことはないですよね。絶対ファンが求めてるものを提供してくれるって思ってるので、普段が面白いんですよお話が二人とも多分普段あんまり面白くないとそんな絡まないかもしれない鉄さんはいろいろ当然のことながらいろいろこだわりがある方だとは思ってるんですけど、基本的にその最初にその何をしたいとか、こういうのを入れたいとかっていうのを伝えた後はもうほっといてくれるっていうんですかね、任せてくれるのがすごいありがたいですね。なんかすごい信頼されてる感じがあって、そこはすごいありがたく思ってます。上松さんはもう僕がお会いした時はもう大作曲家だったんで、もちろん尊敬してるんですけど、何かこう常に楽しいことをしてる人だなっていう印象があって、いやいやもう一緒にお仕事させていただいてありがたいです。哲くんなんかやっぱり
未だに後輩の感じがするんですよね。もう後輩ですよいやでも本当にペーペーの頃から知ってるんで、力強くなったもんだなっていうのはすごく感じますね。存在がね、なんか堂々としていくっていうか、ね、大きくなってってるいや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 、お願いしますって言われるとなんか逆にこう身が引き締まるというかね、あ偉くなった後輩に頼まれるとなんか頑張んなきゃ俺っていう風にすごく今回のも身が引き締まる感じがしましたね。頼もしい存在になったと思います。で野島くんはねずっと働いてるんですよ絶対こいつ遊んでないっていうぐらい何かしら仕事をしてるんですよいつも。だからライバルになりたくないんですよね、勝てないからあのシナリオでよかったと思って、作曲屋だったらなんか勝てそうにない感じがする当時まだ紙とかで見てたような気がするんだけど、あオリジナルのセブンのオリジナルの、うん、紙だったと思う。紙でしたね、うん、いや、うん、それ多分鉄さんだけじゃない俺も紙、多分古い人はみんな紙で見てた、紙で立てて僕だってまずほらあれシナリオをもらうじゃん、はいはい、だからあれがまず分厚いのが来るからさ、うん、う自分もまだ企画書手書きで書いてましたから、ね、本当しかも字もだから手書きで書いて横に絵添えてとかやってたんで、しばらくサーバーとかそういうPC を触ってなんかとかやらなかったセブンは多分新しい機材が一気にたくさん席に増えた頃なんで、僕も分かってないっちゃ分かってなかったんですけどね。うん、でもそうね、 PS になった頃なんで、うん、PS になったので機材結構変わったとかもね。セブンのキャラデザも多分絵で仕上げて発表してたん で、うん、デジタル使ってないですね。だから後々大変な目に遭うんですけど、うん、俺あのセブン あのラストの曲ってあのタイムコード使ってないんだよ、うん、あの映像を見せてもらって自分で歌いながらこんな感じこんな感じこんな感じって言ってみんなアナログモロアナログモロアナログ、うん、だから今ね本当はそこでタイムコード使ったらこのシドの顔が出たタイミングで次の展開に行ってとかそういうのを自動でこうできるんだけど、あれ全部自分でやってたな。何分何秒ぐらいでシドがどこのこうのとか、うん、だから北ちゃんとかえとか驚いてたアナログでやってるんですか北瀬さんデジタル化早かったから、うん、新しいものを覚える余裕がなかったんですよね、忙しくて。だからもういいやパン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  ここで展開変わって変わってって曲をここで展開させてとかいうのはやってましたね。さすがに次の8のオープニングとかからはタイムコード使ったけど、うん、そうですね。セブンまでは自分もアナログでやってたと、うん、そういうやつもいたというここに音楽は結構変わったんじゃないですか。あの同時発音数が増えたからね、うん、でストリーミングとかであのスタジオ録音したものも使えたんですけど、まだその、ね、容量を読み込んでる間ずっと絵が止まってるとかそういうのってあんまりよろしくないなと思ったんで、セブンでは僕は全部内蔵音源でやってましたね。こう呼び出されたらすぐ音が出るように出せるようにっていうのを選択した。当時は他のメーカーさんとかやっぱりもう あのストリーミングでスタジオ録音したものを流してる人あのメーカーさんもいっぱいありましたけど、やっぱりあの止まっちゃうのが嫌なのね、音を読み込んでる間、うん、ゲームが止まっちゃうっていうのってやっぱりラスボスに突入だって言った時にパーンってそこで音が始まってほしいじゃないですか。よしラスボスだと思ってくる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 とかだったらなんか嫌じゃない嫌ですねでもやっぱり音数使える音数増えたりとか容量もいっぱい使えるようになったんで、それまでのスーファミよりはこうやりたいことがあのしやすくなりましたかね、音楽の側としては。感覚的にはスーファミやってた頃とはもう変わってなかったところで、変え方がわからないというか、うんうん、個人的にはなんかあんまりそれまでの流れのままにやってたんで、まあ、それまでもあれやりたいこれやりたいはあって、セブンから結構採用してもらえるようになったというか、まあやっぱりこう5から入ってるんで、5では当然もう新人なわけだからそんなに
やりたいことはやらせてもらえるわけではないんで、せいぜいあのモンスターを自分が好きにデザインしたりはしてましたけど、で6になってちょっとんありかなってこう周りが思ってくれ始めて、7ではもうどんどんやっていいみたいな形になったっていう。まあセブンもその後の8とか10とか、まあ、今回のリメイクもそうなんですけど、常にどこまでできるのかが分からない状態でやってるので、うん、どこまで映像に頼っていいのかっていうのは常に試行錯誤してます。あの技術的にできないっていうのと、なんか予算的にできないとか時間的にできないとか、どうなんのかって、まあ、セブンはかなりセリフでもうテキストで説明していることが多いと思うんですけど、だんだんそれを減らせるようになってったんですよね。でも全部それはもう手探りです、うん、誰かにこれできないって言われるまでは攻めてみるっていう、そのセブンの頃はよくト書きに寂しそうにうつむくって書いておいたら、寂しそうにうつむくってどうやるのとかやらされるっていうでもそのハードが変わったらこうガラッと作り手の意識も変わるだろうって周りの人は外の人は思うかもしれないですけど、いやそれはやっぱりそんなことはなくって、セブンって単純に本当にシックスの後なわけですから、作るっていう意識においてはそんな変わんないよね。そうですね。でもやっていくうちに、今野島君が言ったように、あこれはできるのかこれはできないのかって言ってやりながら僕らもこう変わっていくという感じなんですね、いつも。だからハードが変わったからといって僕らの企画段階から頭がピシッて全部変わって新しいものを作ろうっていう、そんなのあんまりないんじゃないのかな。まあ世界観とかはね、特にあのセブンはガラッと変わって面白かったですけどね。僕は恐れを取るヴィンセントまだですかって頼みに聞きに行った記憶があるの。絵ですか、哲さんに。ああ、そう。ヴィンセントのキャラだけがなかなかデザインが終わらなくて、なんかヴィンセントは北さんがすごいこだわりがあって、一回描いたらダメ出しを食らって、大したこだわりではなかったかな。でも普通の先をとんがらしてみたいな何にこだわってたんだろう、なんか丸いのは嫌だなみたいな北さんはこうヴァンパイアみたいなやつにしたいみたいなことを言ってたような気がする。結構やっぱりヴィンセントって後半出すのが決まったキャラで、自分の中では多分一回終わってたのになんか追加されたキャラっていう感じだった。なるほど。この間たまたま出てきたんですよね、野島さんに多分渡す前に自分が書いた相関図みたいなのが書いてあったんですよ、うん、それがけどヴィンセントいたはいたんですよ。ここに絵は確かに入ってなかったです。そんで元タークスみたいなことは書いてあった。ユフィはけど神羅のスパイってなってます、そこに。多分そういうのを考えて作ってはいたんだけど、ヴィンセントは多分ふわっとしたまんま登場人物多いじゃないですか、なんかセブンって、うん、だから後回しにされた僕視点からだとそういうキャラがまだ増えるっていう情報があって、ただシナリオ的にはもう固まりつつあるからそろそろないとで、このまま来ないなら来ないで僕は楽だなとか思って僕はラストバトルの片翼がラストバトルの曲になってますけど、多分僕6の時も7の時もラストバトルこんな感じがいいみたいな話をよくしに行ってたような気がする。6はほら鉄の書いたラスボスがどこまで行ってもまだあんのかってあれに合わせて作るのが大変だったんですけどね。でもなんか作りがいあってすごいあの満足してて、でそしたらセブンはセブンであれを超えたいじゃないですか。そうですね。だどうすればいいのかなっていうんで、あの合唱を入れられないもんかって、だから合唱を入れるにしたらもうスタジオで録音したものを流すとなったらストリーミングでその読み込みに時間かかっちゃってやだなと思ったんで、スタジオで撮ったものをものすごい圧縮して圧縮して圧縮して切り刻んで内蔵音源として持ってそれを貼り付けるという荒技にしたんですね。
でまあまあ、あの今聞くとひどいよ、音質は音質なんですけど、でもやっぱりラスボスで合唱が流れてくるっていうのは、あ、いいもんだなと思って、実験的なことでしたけどね、楽しかったですよね。でもね、あれね、あれにラスボスにあの曲をセットしてみんなに聴かせた時に、誰か覚えてないけど、ちょっと訳が分かんないって言ってもっとこうラスボスらしいこうスカーンといったかっこいい曲にできませんかねって誰かが言ってたんだよな。でもあのね、大丈夫だ、そのうち分かるからってその時は言っといた。やっぱりその合唱入ったのはすごかったですね。新しかったよね、うん、楽しかった。何言ってるんですかって言ったような気がする。何語か分からない言語で合唱してたから、ラテン語そうそう、うん、だからその時僕は初めてラテン語に触れるという。ああ、それからそれなんだ。そこからラテン語が始まっていくんだ。なんでラテン語を選んでるかっていうと、あの8のオープニングもラテン語なんだけど、はいはい、僕はもうとにかく歌物っていうのは日本語でやるべきだって昔から思ってるわけですよ。でもどうしても英語喋ってる人たちに受けたいから英語を要求されるわけ。でも日本人が作ってる、日本でたくさんの人が遊んでくれるのに、わ、英語とかで歌ってもわけわかんないだろうになと思ったんだけど、まあそれ屈して英語でやったりもしたんですけど、そのセフィロスのところでラテン語を使ったのは、おそらく今この言葉を聞いて理解できる人が世界中にそんなにいないだろうと、何語か分かんない平等だと思ったんでラテン語を選んだんですね。そういう経緯はあります。ちゃんとしてんでしょ俺、うん、してる。あ、後付けで。いや後付け違うわ。オリジナルのセブン作ってた時にこれが数十年後にリメイクされるとかは全く思ってないわけで、まあ、僕初めてリメイク このリバースの前のやつの映像を見せてもらった時に、これはえらいことになったなと。セブンのねプレステの一作目を作ってる頃って、スクエアの連中ってほとんどもう素人の塊なわけですよ。いや、まあゲーム業界ではそこそこやってはいるけど、エンターテインメントの作品を作るっていう意味ではまだまだ外にいるプロフェッショナルの方々に比べたらもう若造の集まりだったんで、知恵を出し合ってね、どうやったら面白くできるか、どうやったら自分の個性を出せるのかっていうのが、もう熱量がいっぱいあった時代だと思うんですけど、このセブンのリメイクの映像を見た時に、あ、これは力技じゃもうできない、洗練されてるものを作んなきゃなんない時代に入ってるんだっていうのがすごい怖かった。うん、僕は怖かった。まあちょうどこう体調崩してとかいろいろあってサウンドトラックの方からは外させてもらったんですけど、いや、もうやんなくてよかったなと思って。あれは相当な重荷だぞあれ。いや、しんどいっすよ本当に、ね、よく未だに残ってみんな作ってんなと思うんだ。一回終わったものを何十年か経ってもう一回奮い立たして、しかも今の技術で新しい世代に伝えていかなきゃなんないっていうのは、もの作るっていう労力としてものすごいもんだ、熱量が必要だと思うんですね。だからそういう意味ではもう本当に尊敬しますよ、今セブンを作ってるやつらね。でもそれでもリメイクもリバースもなんかね、歌物とか呼んでいただいてすごい僕は光栄ですね。うん、少しでも貢献できて幸せです。そもそもリメイク今回立ち上げるよりもさらにもう数年前にこの企画はやろうとしていたんで、その頃からおそらくやるとなったらこんぐらいやらないとまずいだろうとは思っていたから、半ばちょっと嫌だったんですよね。やっちゃったらこれとんでもないことになるなとは思って、とんでもないっていうのは、うん、作業量がとんでもないことになるなと思ってたんで、リメイクがやっぱり世に出たらもう当然途中でやめますとは言えないんで、逃げれないよね。逃げれないですよね。やっぱり続きはなしでとは言えないから。これは大変なことが始まってしまったと思って、だから僕は始まった瞬間から早く終わりたいと思って早く終えたい、早く終わんないかなと思いながら始めてる、やっと真ん中より
後ろの方に来たって感じ、うん、AC とか CC とかやってる時こういう風につながるとは思ってなかったんで、あ、もうちょっとちゃんと設計しておけばよかったんだなってその最終的に全部自分に返ってきたって。そうそうそう、原作のセブンの頃って書いてるシナリオと実際に出てくる映像にそんなに差がなかったんですよね。割と思った通りに思った感じで映像化されてるっていうのがあったんですけど、それがもうリメイクになったらもう全然違って、もう村とかも僕が思ってた100倍ぐらい大きいし爆発も大規模だし、何年か前に書いたシナリオとかがこんな風に映像化されて僕の前に現れるっていう、その見るタイミングは一般のユーザーの方とそう変わらないので、それだけで泣けますね。このシーンは演出の方とか俳優さんとかはこういう解釈をしたんだっていうのは、うん、ちょっと面白いですね。昔に比べるとト書きとかもすごい細かく書くようにはしてるんですけども、それでもやっぱり皆さんの思いが乗っかってより良いものになって出てくるので、それを見るのはすごい幸せですね。1作目はクラウドのイメージで行きたくて、2作目はエアリスのイメージで行きたいってとこまでは決めてたんで、多分北さんには1作目は男性ボーカルで英語歌詞で行きたいって言って、2作目は女性ボーカル英語歌詞で行きたいって多分言ってたと思う。今回海外の方ローレンさんにお願いしたんですけど、2作目は海外のアーティストの方がいい、それはもう織り込み済みで、だからもう2作目はある意味こうイメージがもう最初からできてたんで、それをお伝えしてこういう雰囲気イメージがあるっていうのでローレンさんの歌唱映像を見せて、僕のあくまで曲の雰囲気とか声のイメージとかっていうのはこういう感じですっていう、あ、いい声持ってる人がいるなと思って、鉄ね映画とか詳しいんですよ昔から、審美眼みたいのあると思うんでいいかもねと思って、僕はあんまり反論とか何もなかったよね、あの時はね。そうですね、あの時はみんな、うん、いいかもねこの人っていう、うん、スンとしてますね。オッケーみたいな。うん。そうで結構ね、でもあの時間で1時間ぐらいのミーティングだったかもしれないですけど、意外と絵が描けたというか、あ、こんな感じのバラードを作ればいいのかな、この人のこういった声でっていう歌い上げる感じなのかなとか、大体はイメージはつかめましたね。いろんなお話説明を聞かせてもらって、うん。多分一作目の方が結構大変だったんですよ ね、うん、選定からやってたんで結構。でもさすがにさ、一作目で日本の男の声でバラードっていうのってもうどうよっていうのもあって、ちょっと一作目はすごい悩んだのよ実は。ちょっとロックっぽくしたいっていう話で、うんね、うん、そう、でも今回はバラードでいいっていうから、そうそうそう、よっしゃ来た。多分上松さんらしい感じが出るのは今回のが出ると思ってたんですよね、うん、ただ1作目は、まあ、2作目そうしたいと思ってたんで、逆に被らないように1作目はちょっと今回とイメージの違う感じの曲でお願いしてたんです、うん、一番最初のね、僕らも参加してたミーティングで鉄がね、何かキーワードを何度も何度も繰り返し歌うようにしたいって言ってたんで、僕もねそういうのって好きなんですよ。印象付けられるじゃないですか、歌の印象が強くなるんで。昔ねニルソンのね Without You っていう曲があって、
I can't live って生きていけないっていうのをね何度も何度もこう高いトーンで歌う曲があってね僕すごい好きであの手だなと思ってあの手だねああいう曲がやっと作れると思ってまあそういうつもりで書いたんですけどどこも繰り返し出てこなかったあのアイディアはどこ行っちゃったんだろうあともう一つ驚いたのは自分のバンドでこの No Promises to Keep をあの練習したりするわけですよでその時に歌ってる子が知ってますかって言ってこれ英語じゃなくて日本語でも全部歌えるんですよって言ってえとか言ってマジでってちょっと歌ってみって言って歌ってもらったら全部歌えるので早速録音したてのやつを野島くんにこれ日本語で歌えんだぜって言ったらそのように書きましたって言ってすげえどうぞね、さすがです英語で書けないからねこれけどあれですよ前作のがあってそうしたって聞いたんですけど前作は英語に最終的になるので日本語としてはまあ多少歌えなくてもまあまあなんとか合わせてもらえればいいやって思ってたんだけど、うん、なんかあの日本語の字幕が出ることに最初出さないみたいな話だったんだけど、うん、途中から出るようになって後でちょっと字幕変えたりしてたんでフェアじゃないなと思って今回は最初からあの字幕がそのまま出てもまあ歌えたらいいのかなという気持ちでその字幕入れたの僕ですなんかよく変わるんですよでもできてきたものを見たら変えたくなる気持ちはすごいよくわかります。なんか何かやりたくなるアイデアが出てきちゃうっていうのはそれは自分も同じなんで。でもローレンさんっていい選択だと思った。あ、そうですか。うん、あの感じね。はい。すっごい上手いですよあの人。うん、実際録音してみて。海外でもイベントで生歌であれ歌われてましたけど。うん、やったね。すごい上手かったね。やっぱり。びっくりしちゃった。あのねオーケストラバージョンとねあの僕らのバンドバージョンっていうのがあるんですよ。2つのバージョンがあるんですけど、あのオーケストラではね。すごいもう最後の盛り上がるところも張り上げて盛り上がっていくんですけど、うちらのバンドバージョンの方はもっとこう自由に感情豊かに歌ってくれてるんですね。で、あ、こんななんか何テクニックいっぱい持ってる、あ、こういうことなのか、だからYouTube とか動画とかでみんなの心を打ってるんだなっていう、なるほどなるほどという、一言で言うとやっぱりうまい、上手な、でもまだ若いんで可能性を秘めてる歌い手さんなんじゃないですかね。今回は本当に堂々としたバラードなん でローレンさんがそれ歌い上げてくれたんで、非常にこう僕の中ではもう黒み通りという感じですかね。ありがたい出来になりましたね。This is Mr. Uematsu. He's the composer. You're going to be working with him today. He says hi. Thank you so much for thinking of me. I've been so excited and I love the song. Da 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 da. Walking city streets with worn cobblestones. Listening to people rushing past to rhythms all their own.Till the day that we meet again, where I went to see. 歌い方本当にほぼほぼ素晴らしいと思います。はい。で、一回こちらでダウンロードして聞いて、細かい部分を聞いて直してほしい歌詞をピックアップしますので、はい。ちょっとローレンさんにはお休みいただいて休んでていただいて。この詞とどうね、はい、オクターブ上げようかな。Let me go. Let me go にして。Just let me believe in the chance that will come. Take
様でした。オッケー。どうですか。オッケーじゃん。それズームであれしてたんですか。そう、ズームでやってたんだけど、あのうまく繋がんなくなってさ、僕らこっちにいて、ローレンさんアメリカで、だからずっとやり取りして録音するはずだったのが回線のトラブルでできなくなったんで、向こうで勝手に何テイクかいっぱい撮ってもらって、テイクをこっちに送ってもらって、ああだこうだって言ってまた送り返すっていう、非常にこう時代いつだよっていうそうですね。直接じゃあやり取りはしてないんですか。初めのはーいぐらいそこで断線ですかもうあのいたんですけど、あのスタジオのピリピリした雰囲気がね、もう早く帰りて、ね、早く帰りて帰りてそう、俺もそれ撮るんで来ますかって言われて、いや行かないって、俺はやっぱり何かを感じ取ったんだけどこれはトラブル、何かがきっとトラブル、何かトラブルが起きるっていう音だけもリアルタイムには聞こえないんですか。聞いてます。そのモニター環境がすっごい劣悪で、そのちゃんとは聞こえてないんですけども、うーん、まあまあある話ですよ、まあ、そう現場ってね、現場って何かあるじゃん。そうですね、もう梅松さん帰っちゃうんじゃないかとか思ってないよエアリスの気持ちを歌った歌ではあるんですけども、クラウドへとかザックスへとか、そういうふうにはそういうのはちょっと違うかなって思ってたんで、そうは聞こえないようにいろいろあちこちに工夫したかな。まあ普通に恋の歌でいいんです。あなたと会ったことでもう世界が変わって、その約束するんじゃなくて偶然会えたら嬉しいねっていう、そういう歌でありつつも、エアリスってあのセトラ古代種なんで、いろいろその運命を背負っちゃってるんですよね。その運命の呪縛みたいなのを常に抱えてる女の子なんで、運命ってこの約束みたいなものじゃないですか。でその古代種はエアリスにとってはもうお母さんなんで、お母さんの決して幸せではなかった人生がどうしても自分に重なっちゃうんで、そういう約束から逃れたいみたいな、そういう意味を込めて作ってます。だからあなたはその好きな人全般ですね、あのエルミナお母さんだったりとか、もちろんクラウドもザックスも含まれるでしょうけども、そのまあ、ティファもそうだしバレットもそうだし、会った人とずっとっていう切ない歌でもあるということ。一応エアリスの曲ですからね、どっかにあのちょこっと目立たないように入れとこうっていう感じですかね。そのタリララリラとかタララララララとか、そういうあの主な主旋律に歌詞をつけると、それはそれで違うんじゃないのかなと思ったんで。最初入ってなかった。入ってなかったでしょ。来た時。うん。で僕聞いてて繋がりそうだなと思ったんで、うん、ここ入れられるんじゃないのって聞いてみてって投げ返したんです。違う違う違う。俺はねあそこは入れようと思ってたの。で悩んでたのよ。果たしてタンタンタンっていうのをベタに使っていいのかなっていう、使わない方がいいのかな、どっちなんだろうなっていうのを。でも確かにそれがスクエアからもそういうのが来てたんで、あ、うんうんうん、みんないいと思ってるんだったらじゃあ。入れよ。そうか、だからつながりが良かった、うん、そう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 無理くり入れたわけじゃないそうそう、だからいやそれはもともとじゃあ計算してた計算してたいや嫌がるかなと思ったのよ、ベタにあの何十年も前のあれがそこに入るっていうのは。でもまあまあ皆さん賛成していただけたんで良かったですね。ちょっとだけだからおしゃれなんですけど、そうかも ね、うん、あのそういう経緯を知らずに聞かせてもらって僕は何このおしゃれ感っていうのちょっとだけちょっとだけやるっていうちょっと嬉しいやつ。僕はまあだから一作目のフォローがちょっとまあ植松さんにしてはちょっと変化球っぽいのをお願いしたので、今回ストレートにのものをお願いしてすごく分かりやすく伝わるだろうなとは思ったんで。自分も初めて聞いた時すごく植松さんらしい曲っていうか、こう多分こういう感じは植松さんしか作れないっていうのがすごく感じたかなと思います。
か完成版か一歩手前かなんか分かんないけど聞かせていただいた時に上松さんのメールにこれはひょっとしちゃうかもとかってそうかなんか下水会話みたいなひょっとしちゃうかも金の匂いがするいやそういうことじゃないそういう曲として曲としていい すごいんじゃないいいんじゃないのこれっていうその本当に FF のテーマソングっていう感じになってると思います、はい、なんとなく曲を作り終えた時にああやり終えたかもなっていう感覚は得られたんで満足はしてますよね。で昨日ちょうどね昨日、シングルレコードの視聴版が届いて昨日聞いてたんですよ家で。いいなと思いましたいいなと思って何ですかね、まあ、やっぱり FF7 に貢献できたっていう実感があったんですね昨日聞いてて。僕もちょっとやっぱり今の最近の FF7 ファイナルファンタジーとか作り手の頑張りにも年齢的についていけないっていうのが自覚本当にあってやっぱり、ね、体力必要なんですよ。体力も気力もねファイナルファンタジーみたいな長期にわたって全力疾走するのってあれはまあ昔は容量もちっちゃかったし若かったから熱量だけでできたけど今最近のはもう年齢的に多分ついていけない寂しさもやっぱりあるわけですよ。まあでも後輩たちがあんだけ一生懸命頑張っていいものを作ってくれてるんでそれはそれでいいやっていう意識は常にあったんですけどあなんかちょっと貢献できたっていうのが昨日すごく嬉しかったですね。実感できてね自分でね。ね10年20年経って自分が死ぬ時にこの瞬間を思い出したらなんか涙流しながら死ねるかもしれないって思った。そんだけやっぱりなんか今回の曲完成が嬉しかったですねすごく。だからこれもしひょっとしたらひょっとするかもね何がひょっとするんですかずっとひょっとするって言ってるけどと多分これが発表になったらまたオーケストラコンサートですとかいろんなところで歌われることになるんだろうなって、その時 のお客さん皆さんのファンの皆さんの表情を見るのが今から楽しみですね。あとやっぱり自分のバンドで日本語でこの歌を皆さんにいつか聴いてほしいですね。まあ、リバースが発売されてもう早い人だと何日かで終わっちゃう。ボリュームが大きいとはいえ皆さんきっと行ったり遊ぶでしょうからそのまだまだ途中なんでその3作目も楽しみにしててほしいなと思います。その2作目リバースを振り返りつつ楽しみにしていただけたらいいなと思っております。まあ自分としてはこう切れ目なくずっと1作目から3作目完結に向けて走ってるので早く終わりたい一刻も早く走り終えたいっていう。もうかなりもうリメイクリバースと曲数多いんですけど曲の記憶って結構強いと思うので、まあ、これからどんどん思い出がさらに増えていくことになるかなと、まあ、そこも楽しみにしていただきたいというところです。もう せっかくというよりはそのもう1作2作目やっちゃった以上3作目上松さんじゃないっていうオチは、まあ、ありえないのでまだ正式なオファーはしてないですけど仮押さえということでやってもらえますよねっていう会社の正式なオファーじゃないからただ俺の口約束みたいな感じになっちゃうんだけどそれやってもらうってことで大丈夫ですよねっていう。僕はもう光栄ですよ。本当に。田島さんはもうやってるからね。3作目一緒に。そうか。上松さん。そうかそうか。そうもうやもう始まってるんで。いやいやもう光栄ですね。そう言っていただけてね。けどすごいやった感があった。今回の超えるものですから。どうします？どうする？何やります？ちょっと一休みしよう。ちょっと休もう。Thank you.
I won't say